いや、団長ちゃん、今日もいい天気だね。お、七星拳のお手入れしてるんだ。偉いね。物を大事にする子は、シエテお兄さん好きだな。お、見て見て、あの雲。すごく美味しそうだよ。目玉焼きみたいだよね。ところで、今日の晩ご飯は何がいいかな？お肉かな？お魚かな？ねえ、団長ちゃん。俺の話聞いてる？あれ？なんか怒らせるようなこと言ったっけ、俺。あ、じゃあさ、じゃあさ、久しぶりに手合わせしよっか。お、乗り気だね。今日の団長ちゃんは。そんな素直な団長ちゃんに、あれを買ってきてあるから、後で一緒に食べようか。よし、それじゃ、行くよ。うんうん、今日も強い強い。相変わらず惚れ惚れするような強さだね。だ、はい、じゃあこれ、約束の品。ところで、団長ちゃんさ、もっと強くなりたくない？お、今日の団長ちゃんは、ずいぶん素直さんだね。いいね、いいね。性格まで、まっすぐな剣のようになってきたんだね。実はね、君のその七星剣、さらに強くする方法があってさ、銀のなんとかってやつを手に入れて、七星剣を鍛えることによって、さらに強くなるみたいなんだよね。あっはっはっは、だよね。俺も言ってて全然わかんなかったよ。でもさ、全部誰かに教えてもらうってのもつまらないでしょ。俺も一緒に協力するからさ、二人で頑張ろうぜ。